こんばんは。ちょっとね、今日はね9時までしたいつもりではいるんだよね。ちゃんとマジで1週間配信ずっとしてなかったから結構なんかあれなんだけど、そうだからちょっとモチベ上げるために涙袋描いてリップ塗ってチークだけ塗った。モチベ上げるために前髪もちょっと巻いてみた。なんかバレンタインやってるんだね。これバレンタインしたらさ何がもらえるとかさファンの人ってわかるんだっけ。ね、かわいいマジ。これさ絶対さあれだよね、ギフトかわいいよね。あ、猫ちゃん、ちゃんとくさんありがとうございます。猫ちゃんのスタンプギフト来た、かわいい。なんかショールームってどんな感じだっけな。わかるよ、なんか私見たのはアマゾンギフトがその3万円ぐらいもらえるみたいな感じだったと思うんだよね。なんか小太郎くんは最近私本当に嫌われまして、本当に嫌われまして、小太郎くんにちょっと近寄っただけで避けられるのでやばいマジ最近。近寄っただけで逃げられる、これは何かの手違い。私がふだろにわーってしたい。じゃあまあね、これ自分がバカだって分かるんだけど、小太郎がこうやってちょっと眠そうなのがわーって。そう、これ、ね、小太郎がここにいたらわーってバーンって。だな、結構怒られた。で小太郎もそっから。まあね、本当に小太郎がかわいそうなだけなんだけど、私もさ寝起きでテンションがおかしくて、小太郎にどう接すればいいか分かんないかった結果わーってしてみたら本当に避けられてて、なんかほんとにやばかったな。今日めっちゃお買い物したんだよね。お買い物してきた。あんま変わってないか。めっちゃ化粧品とか化粧品をめっちゃ買いました。なんか土曜日がなんか私結構ポイントがナンパポイントバッグとか結構ね結構好きなのね、そういうの。そうなんかそう好きなの結構、あのそういうやっぱここの髪ないと顔がでかく見える。なんかそうすごくないほらやっぱここって大事じゃない、ここまでが顔って思うかここまでが顔って思うか。そう土曜日がなんかポイントバックがいつもだって 1% なんだけど 5% なのね。だからちょっとそういうの結構気にしてポイントとかたくさんつけたいタイプなんで今日買ってきました。なんかお買い物前今日はリハがあって、そのリハが終わってからあこれか大好きだって大好き修行さんありがとうございます。今日リチャキと話したたくさん、リチャキの手は温かかったです。そうなんかそれでなんかめっちゃ買ってみた、大事じゃん。でもね通販で買うとなんか月初めに通販で買うとなんか 10% なのね、それもう絶対的に欲しいじゃん。からそこで買おうとしたらね見事に忘れちゃってて、私それ買うの
で、なんかそう、でもなんか次今月何円買わないとなんかランクが落ちますみたいに言われて、でなんかランクが上がるごとにつれて結構ポイントバックのあれが高いんですよ。私はなんかもうお得に買いたいタイプなんで、圧倒的に。だから今日買ってきました。そしたから免れ、あの明日、明日じゃない、今月、来月かはなんかランクが落ちずに済みそうで嬉しいですそうだから嬉しくて嬉しくて、私ペンシルのさ、これあの欲しい、シェーディングのやつペンシル、なんかショールームするって軽くメイクしたいなってなるの。やっぱブスブスっていうか、なんかやっぱ気分が乗らないのね、あのこれ、そう気分が乗らなくて、結構ショールームするときあんま加工したくなくて、でもそうなるとやっぱ顔の状態が良くないから、だからめっちゃなんかやりたいんだけど、そう、私なんか15分配信多い理由ってそれなんだよね。でメイクしてるときは1時間も2時間も3時間もするの理由もそれ。救急車がタッピーポー、リオとのオンライン楽しみね、え今顔の状態がない、今はちゃんとここの涙袋塗ってリップも塗ってチークも塗ってるからまだマシ、まだマシ、まだ全然そう、正解のマシン、え意外とあれ漏れてたんだよね。なんかあれバレンティンと多分同じ日かなと思って、確か多分同じ、多分っていうか多分絶対、でもバレンティン全然漏れてなくて結構ショックで、衣装あんなに可愛いのに。でもセーラー服のはまだわりかし漏れてた。なんか生写真って漏れるのさ、なんか難しいからさ。4月の東京当選しました、ありがとうございます、楽しみだね。3月やと4月かな、4月コンサートもあるのにおしゃべり会でもできるなんていいこと。そう、セーラー服はちょっとだけまあ漏れてたかなって、でもなんかあやばい、今回のやつ漏れてるかもって思うやつあるじゃんやっぱり。で漏れてるかもってなってたやつを、だから前にこれこの生写真漏れたわって思ったやつを今見返したらどこがみたいな思ったけど、そんなもんだよね結構。グッチとは最近どう、仲良しですけど仲良しですけども、グッチは仲いいです普通に。今日もあった、距離派だったからあった、私さ松葉したいんだよね私ね、もう怖い自分が、もうここあと1ヶ月もないかもしれない、1ヶ月はあるか1ヶ月あるのかな、ちょっと待って、卒業式いつだろう、なんか結構もしかしたらコンサートの時も卒業してるんじゃないかっていう危機感に陥ってるっていうか、そんな気がしてるんだよね。からまあまあまあ、漏れてなかった、バレンタインデー、なんか一応ね、てかね、一応ねあれなの、一応あ、そう板チョコ10枚セットが安かったから買ったんだけど、それとタルトの方買ったんだけど、なんかあげる人、なんか
あげるタイミングとかによってさ、やっぱ作る時期がさ変わってくるじゃん。あんまね、多分あんまりさね、火を置けないじゃん多分。でも早く炊いた方がいいかなってなると、いつ作ろうってなっちゃう。JK だと配信時間、誕生日かな、誕生日で長くなる気がする。ホワイトチョコはあんまり好きではないかもしれない。かなぁ。高校生になったらやってみたいことはないかな、あんまないんだけど、高校生になったらやりたいことはなんだろう、なんだろうね。でも7期生の子たちも多分いますよね、同い年。なんか悲しくなっちゃうな。あ、悲しくなっちゃうなってどういうこと？悲しくなっちゃうなって全然あの理解せ、頭で理解せずな、適当に走っちゃった。うん、同級生はいると思うんだよね。そう、多分ねみんな入ると思う、同級生が。うちらも同級生来るし、ココッペも同級生来るし、多分ね。あ、また可愛い猫ちゃんのやつ来た。ハピマルさん、ありがとうございます。コッペも同級生来るよきっと。ユナ同級生も来るよ。あ、7期になんて呼ばれたい。7期生の子たちには、なんかでも私めっちゃ敬語だよね多分。めっちゃ敬語で話しちゃうから。で、私多分藤子子さんって言われる気がするんだよね。藤子子さんって言われる気がする。ロッキーって難しくない？私でも藤子子さんかなって思ってるんだよね、ちょっと。藤子子さんってうん、藤子さんって言われる気がする。なんか結構名字で呼ぶことってあのないんよ、先輩のこと。でも私最初に姉さんのこと地頭屋さんってずっと言ってた。なんか地頭屋さんってかっこいいから言いたくなっちゃって。なんかでも基本的に先輩をさんで言うことはないから、藤野さんは絶対ないなと思う。この何、イクノちゃんみたいにイクノがニックネームじゃない、私藤野が、藤野はニックネームじゃないから多分藤子さんかなって思うけど。そう、2月23日大阪で妊娠されし、もうすぐじゃん。思い出すわ、私の妊娠審査も一人で頑張っていったもんな。あ、536。もう書類審査のさ合格通知は言ってるのかな。あ、536日目だって。535、私昨日532かと思ってたんだけどな、5だったんだ。
13日前からいいか。でもさ、もう応募締め切ってから多分だいぶ経ったよね。からきっともう届いてるはず。もう、あ、それは確実に言ってますね。藤子後輩って何かそう、どこをどう見てあれなんですかね。そのあれはどこをどう見て。でもめちゃめちゃしたんだよね。俺来てないんだけどね。そりゃそう。でもさ、私さ、ずっとマジでさ、リハも結構あの体調不良だったんよ私。そうだから体調不良だったからリハにずっと参加できてなくて、しかも更新作業行けなかったの結構最悪だなと思ってるんだよね。リハに参加できずに、でも昨日は全然踊らなかった。もう全部通すかなと思ったけど、なんかちょっとなんか休んでた時のユニットの曲とかだけやる、やってもらった。オープンみたいに急に仲良くないことに、え、ちょっと私これ不満言っていい、私不満、不満、不満、これは不満、大不満。なんか私は結構リンカのことがなんか仲いいと思ってるし、そう、これは大不満、大不満だよ本当に。私結構悲しいんだよね、だからそのことによって。なんかリンカと私って結構仲いい、仲いいってか私的には結構好きだなと思って生きてるんですよ、私はリンカのこと。いや前が昔そう、リンカと結構仲はまあいいのか分かんないけど、私は結構いいって思ってるのよ。一方的かもしれないけどね。し、なんか結構なんかその、そうそうそう、結構リンカと仲いいなと思うし、思ってたし、うん、結構仲いい、いや仲いいイメージないとか言わないで、結構私仲いいからね本当に。なんかいいかなと思ってたんよね、結構最近結構めっちゃ話すんだよ本当に思ってたのに、なんかリンカは私のことそこまでなのかなと思って、多分ちょっと、そう、リンカは私のことなんかそこまでな気がするのね。2人でいたのね今日、2人でいて、そこにカレンデンが合流ってなった瞬間、カレンデンにばっか行きだして、なんか私もいるんだけどみたいな、私もいるんだけどみたいな感じで、そう、そう、なんか本当に、なんかしかも私には、なんか私には腕とか組まないのに、自分からカレンデンには自分から腕組んでて、はにゃはにゃなんか別にこれ嫉妬とかじゃないんよ、これはなんか嫉妬とかじゃなくて、なんか悲しくなっちゃって、私ね、なんかね、なんか結構こういうなんか自分で言うの恥ずかしいし、そんなことないよって慰めは結構いらないんだけど、あの普通に、あ、そんなことないよって、大丈夫だよとか慰め本当にいらないから聞いてほしいのがあって、私友達にとかといても、やっぱり私って3番手ぐらいの女の友達なのかなって思っちゃう。その私が、私はもうこの子のこと1番手だと思ってるの。なんかちょっと言い方があれだけど、私は結構なんか1番にその子で、その友達のこと思ってたけど、その子からしたら私は多分3番ぐらいなの。そう、3番ぐらいね、私、その子からしたら多分私のなんか友達順位っていうか知らんけど、そう、なんか3番って多分私が1番手って思ってても、相手は3番手くらいなの私のことが。そうだから、なんか
結構悲しいじゃん。私って結構そういうタイプなのね。なんかその友達の一番手になれなくて、一番とかまあ順番はないと思ってるけど、なんかでもちょっと悲しくない、やっぱり自分が一番仲いいと思ってたのに、やっぱ他 あっちの子の方が仲いいんだみたいな、あっちの子とばっか遊び行くよねとか、そういうの結構気にしちゃうタイプで、これは凛花に限った話じゃなくて全体的になんだけど、特に学校とかなんかやっぱり私ってあれなんだみたいな、なんか私って結構、私って結構やっぱりなんかそういう一番じゃない、例えば暇だなって学校とかの話で言うと、なんか暇だなってなって、友達が待った分かった友達が暇だなってなった時に、クラスにいる、まあ、いたとして同じクラス内で、私だったら絶対その子に行く、あの暇だなってなって休み時間とかで、私だったらその子に絶対行くけど、その子は私じゃない他の子に行くのっていうこと、もうね本当にそれが最近悲しくて、だから結構やっぱココッペとかもそうなんだよ、なんか、うん、なんか一番っていうか別に一番にならなくてもいいんだけど、なんか私に対して見せないようなことをあの子にはするよねみたいななんかなっちゃって、そう悲しくて、そうなんか最近思うんだよね。だからリンカと二人で歩いてたりしても、カレンレン来てとか言ってやってきて、なんか結構か傷ついたのね、私その時心が、やっぱ私ってそうだよねみたいな、ちょっと3番手系の女だよねみたいな、なんかサブ女みたいなね、私なんかそうだから、それが悲しくて、でもカレンレンは私のこともちゃんと大事にしてくれるいい子こういう時にカレンレンの株じゃない、私の中で上がっちゃうんだよね、そういうカレンレンはちゃんと腕組んでくれるんだよ。もうカレンレンはちゃん、もう悲しくて、もうそれが、なんなんだろうね。でもなんかリンクに関しては私から言ってるから、まあ仕方ないのかなと思うけど、うん、まあいいやと思ってたから私はもうその瞬間吹っ切れた、全てが。こんなね、友達は5人しかいないとかじゃないか、同居は17人いる。うん、そうなんだよね、結構私結構そこが最近気になる、自分でなんかもしかしたら面倒いやつって思われて、もしかしたら思われてるかもしれないけど、うん、なんかね悲しくなっちゃって、そういうことが多々あるから悲しくなっちゃうの。腕を組んで思い出す、あなたとでもそう、でもだからといって私だけ話してとかそういうタイプ、そういうことじゃないの、なんかそういう瞬間が多くて、私的になんか別に凛花とかは多分もう全然そんなつもりないの、まあ、確かにずっと私と一緒にいたから今日とかは、からまあカレンレンと一緒になるのわかるけど、
これはリンクが悪いとかじゃなくて、なんか私ってそういう人だから仕方ないのかなって。そう、学校とかでやっぱあるし、そうだからといって私を一番にしてっていうわけじゃないの全然。でもなんか、あ、なんか相手からしたらあんまりちょっと仲良くないのかなとか思っちゃうの。これは誰が悪いとかじゃなくて、ただの私がこじらす問題なんだけど、友達と同じ仕事みたいに思うか、やっぱあるよね。なんかさ、私結構それで悩んだ時あったんだよね、なんか学校でって思った。なんかいつも誘うの私からだなとか、私が誘わないとあっちから来てくれないんだなとか、そう結構あって、なんかいつも話しかけるの私やねとか思ってね、私が話しかけないとあっちから来てくれないしと思って、なんか多分同率1位がたくさんいるのね、同率の1位がたくさんいて、その中でも多分 2,3 番ってなのかなとかもさ、なんかしかも自分が結構なんか結構自分がその子のこと好きでなんかあれなのかなと思ってた時に、そういうやっぱ見ちゃうと悲しくなる。だから結構ぼっちになりやすいタイプなんだよね、なんかぼっちになりやすいタイプだったりする。でもなんかでもね、なんかね、私ってでも結構変えるか要素あるのかなとか最近思っちゃって、なんか変えるか、なんかちょっと惹かれる要素あるのかなとか思っちゃって、そう3番目くらいが楽やと思うけどねってなったことあります？それは多分一番目の方ですね、あなたはきっと分からんけど。でもかといって私の中で友達って一番って誰なのかなと思った時、いないんですよ。やっぱりみんな好きだから、私は友達全員同率1けど、なんか一番でとかじゃなくてもいいから、なんかちょっと必要とされてる、なんか私を必要とされてほしいの。私は結構自分を自分でなんか別に藤子がいないと生きていけないとかそういうレベルじゃなくてもいいから、なんかやっぱ相手からちょっと話しかけてほしいなとか思うのね結構。りなちゃんと同じこと言うってクリナさん、そう別順位とかはないよ。でもさ、あるじゃん、好き度が違うんじゃん、なんかやっぱ一緒にいるあれによって。本当にだから悲しく最近それをなんか結構気にしちゃうんだよね。なんか自分から行かないとダメだよとかそういうレベルじゃなくて、私はだって仲いいともこう自分から LINE もするしみたいな、結構そういうタイプなんだけど、ね、ちょっとあ、そうなんか、まあ、言い方が悪いけど1番とか2番とか3番とかその友達に順位つけるのは良くないけど、単純にめっちゃ簡単に分かりやすく言ったらそういうことだし、なんか自分を必要としてほしいのもうちょっと、なんか自分からずっと話しかけてたけどあっちから話しかけてくれたとかなると嬉しいじゃん、そういうことなのよ。考えすぎかもとかじゃなくて、私はそういう人間なの、考えすぎちゃう人間。
から、もうめんどい人なのかな私って。もうでもちょっと配信はないといけないしね。今日こんな話でずっと話してたのかな私。そうっていう話です。でもちょっと共感してくれそうな方が多かったようで嬉しい。私と同じタイプの人がもしかしたら、でもだから、だから、なんか自分も結構そう思うから、まあ、だから人にないように頑張ろうかなって。半決めとけしよう。わー、わかる。私ペアで決めてって。あ、そう、一番わかりやすいで来た。ペアやって。ペア決めてとかあるじゃん学校で。その時にそうなんかその時になんだろうあペア決めてくださいって言って、私はもう絶対この子しかいないみたいな、ペア絶対この子しかいないと思って、その子のことその子の子の方行こうとするともうすでにペアできてるなっちゃう、あっちで。あ、じゃあ私もぼっちかみたいなもうね、なんかね選ばれないのやっぱり。悲しくてももうでも気にしたことない、もう気にしない。もう気にしない、私はねもう気にしない。なんか、まあ、いつものことです。こんなのは日常茶飯事。じゃあ終わるか。なんかこの配信終わったらもしかしたらママ見てたのかな、この配信。なんか言われそうだな言われそうだな、なんか皮がやばい唇。今配信ランキングも13位みっつんさんありがとうございます。12位青空さんありがとうございます。11位もぎたてりんごさんありがとうございます。10位うっちーさんありがとうございます。9位かべちょろさんありがとうございます。8位ミルンクラゲさんありがとうございます。7位ただの魚さんありがとうございます。6位ステックさんありがとうございます。5位かんさんありがとうございます。4位かゆりフォンさんありがとうございます。3位ちゃんとくさんありがとうございます。2位ハピマルさんありがとうございます。1位しごうさんありがとうございます。シーシー、さよなら。